人間が神になることは、できない。だから、神の人形、をそこに置くべきだ、その時。どんな？オリンピックとは何だろう？不意に、中華思想の皇帝、その理想が実は、そこにあったのではないか？そんな気にはなる。あるいは、彼、は国家予算の1割、そのくらいを私的に使えたのだ。その時。どう使おう？そこに皇帝の資質その他が。勝利を。古代中国が目指したその道のりと、そして今の方向。その場に、こそ？じゃあそれで良いじゃないか。不意に。実は密かに世界を支配していた中華思想、その皇帝の暴走その、結末として、あるいは適当なオチ。オリンピックとは、何のためにあるのか？その皇帝の理想を具現化せん、そんな理想を宿すに、実はふさわしいのではあるまいか。皇帝はどこにいるのか？彼は、そこ、にいたのだ。